ドナウド、最強すぎて、他選手を不調に追い込んでしまう。チェルシーから移籍したメイソン・マウントは、マンチェスター・ユナイテッドで7番を背負うことが決まった。栄光の背番号とも言われる反面、悪魔の背番号とも言われる、マンユーの背番号7。C ロナウド以降に、7番を背負った選手たちは、この番号に苦しみ、思うような結果を残せなかった。新加入のマウントが7番を背負うことが決まり、再び、マンユーの7番が注目を集めている、新たな7番として、クラブの期待を背負うマウント。期待されるのは、C ロナウド以来となるエース、7番の復活だ。伝統の番号を、安易に与えすぎたと思います。当時、バレンシアに7を与えたのは、興ざめしました。バレンシアは素晴らしい選手でしたが、やはりユナイテッドの7はずば抜けた選手がつけて欲しかった。ゴール数に関しては、フォワードなのかミッドフィルダーなのかで全然変わってくるし、あんまりどうこう言うことではないと思う。それよりは、クラブの象徴レベルの活躍できるかどうかのが大事。マウントがそんな選手になってほしい。イングランドとしても重要な選手だから、一つだけ擁護しておきたいのが、少なくとも知ってる限りでイマリアは重圧に負けたので、鼻くその時のチーム状況、監督、マンチェスターの人たちと飯、雨ばかりの気候すべてが合わなかっただけ、カタールワールドカップでもまさに、ワールドクラスという動きを見せてたし、マンユー後の PSG でも活躍してた。そもそも、C ロナルドやメッシが異次元すぎるだけだろ。たまたま異次元な人が最初の一歩としてマンユーに来ただけで、マンユーじゃないチームにいてもそれなりの結果は残したんじゃない。たまたまベッカムの後継番号をつけられて大活躍したけど、そこはどこのチームのトップ選手の後でも C ロナルドなら活躍したと思うよ。ファーガソンの見る目があったからっていうのも一つかもしれんけど、テンハーグ前は7番に限らず、チームで良いプレーをしてる選手がほぼいなかったからね。欠場がちのカバーニが7番だった記憶全然ないわ。出たら良いプレイをしてたような気はするけど、カントナ、ベッカム、ロナウドとそれ以前の赤い、7番の伝説が順調に継承された方が奇跡的だったんじゃない。日本代表の数の11もな。数の功績は半端じゃないし、11が見せてくれたワクワクは半端なかった。11はワクワクをくれる選手だけにつけてほしい。今は久保と三笘がいるけど、レアルの7やバルサの10だって準永久欠番でいいぐらいだと思うけど、ユナイテッドはもっと7を大切に扱うべき。ベッカムやロナウドに失礼。ユナイテッドの7はマウント程度に軽々しく与えるような番号じゃない。クリロナは史上最高レベルの選手。比べられる選手が気の毒だよ。ご視聴ありがとうございました。毎日更新を頑張るので、チャンネル登録よろしくお願いします。